はい、どうも、ムジクです。ということで、怖いことやっていきたいと思いますけれども、見てください。撮りましたよ。はい、M4 撮ったということで。はい、まあ、それはいいんですけど、先日ご案内した呪術廻戦コラボガチャコインをね、配るということで、動画出しておりましたね。こちらね、当選発表していきたいと思います。でね、チャージセンターに、まあ、ガチャコイン来るの前提でね、動画撮ったんですけど、ちゃんと来てました。よかったです。はい。ただこれね、電動じゃなくて、普通の方な、普通っていうかね、新しく、電動じゃない方の、まあ、こっちのガチャで使えるコインなんで、まあ、それだけご了承ください。まあ、一応復刻も使えるってやつですね。コメント見ていきましょう。どんぐらいだろう。はい、96件ですね。まあ、96件のうち何件か、まあ、有効かわかんないですけど、はい。まあ、これだけ来てるという感じですね。で、まあね、ちょっと数も最近ね、多くなってきて、ありがたいことになってるんで、まあ、ババッと、重要なところだけ読みさせていただきます。はい。まあ、実際まあ、ちゃんと見てるんで、はい。はい、行きましょう。でね、今回は、キーワードとしては、僕が以前やってた、小学生 VS 中学生とか、ああいう対決シリーズの何がいいかっていうのをね、ちょっと参考で聞かせていただきました。なんでこれが書いてない人は失格です。ということで、メンストや団体で高野女子プラス高野男子、はい、っていうのですね。はい。女子プラス男子もね、昔やったことありますね。ありがとうございます。ふん、転がし。これは、キーワード入ってない。これはバンバンちょっと、飛ばしてきます。はい、出てきました。これも入ってない、これも書いてない。ムジカ VS 視聴者かくれんぼ。なるほどね。iPhone 勢プラス iPad 勢。あー、それやったことない。 iPhone プラス Android はやったことないけどね。これはいいですね。で、大会の車なし投げ目のみ賞金ムジカさん。これはなんだ。これ拳部未成年 VS 成人。あー、なるほどね。キッズ対大人ってことですね。ムジカさん、幸あれ、ありがとうございます。はい、なんかちゃんと、すげえちゃんと書いてくれてるね。はい。あ、プロとゲリラ勢ね。猛者同士の対決ですね。はい。あ、面白いですね、これも。はい。サブマシンガン対レンスナ。関係なくても、バトルパッシアン企画してほしいです。なるほどね。はい。呪術廻戦コラボ、狙撃プラス、視聴者ムジカさん。なるほど。狙撃のプロのね、対決をめっちゃ書いてくれてんな、みんな。最年少が最高齢。最高齢ね。なるほどね。すっごいな。ちゃんと書いてくれてるな。あ、いいね。押されてますね。はい。で、ハイ課金者、ブレス無課金者。ハイ課金、ブラス無課金の。連投はしないでほしいですね。当たりやすくなっちゃうんで。まあ、本当は、まあ、自分で消してくださいね。ちょっとブロックレベルになっちゃうんで、何回もやってると。うん、いっぱい書いてくれて嬉しいんですけど、ちょっと当選確率上がっちゃうんでね。連投しちゃうと。M4VSAK。はい、なるほどですね。あとちゃんと読みますから。はい。すごく書いて。ガチャでそれぞれのレア度によってポイントをつけて 4V4。あ、ガチャを引かせて、それに、まあ、出たものに関して武器を決めていくって感じですね。ああ、なるほど、面白い。高野女子プラス高野男子。なるほどね。どこからも YouTube 頑張ってください。はい、これちょっとね。前々回当ててもらったもの。初期スキン対電動スキン。なるほどね。ありがとう。あ、これか。初心者を守るモサ VS 初心者を守る、うん、初心者を守るモサ対初心者を守るモサ。あー、なるほどね。なんかちょっと、ワンひねりあって、なんかちょっと考えたら面白そうですね。YouTuber VS 視聴者。なるほどっすね。YouTuber VS 視聴者。あ、え？もうアカウント変えて2個とかダメだからね。ちょっと1個ブロックしてみます。はい、三段銃ブザス狙撃銃。なるほど。なんかいっぱい書いてあるけど、満たしてないと。気軽なし。レーシング4回ほどして順位に応じてポイント振って。なるほど、レーシングが絡むパターンですね。狙撃 VSMR。AR。はい、3回目 M4VS 久保。まあそういうシンプルなね、みんなが、気になるやつがね、なんか真新しさはないか、真新しさはないかもしれないけど、ちょっと気になるのはありですね。課金税無課金、やっぱこれ多いっすね。まあ前やった時も結構人気でしたからね、動画伸びたんで。はい、中学生対高校生の弓矢、キーワードなし、アスレチックを見たい、アスレチック。ちょっとずれてますけど、キーワードと。まあ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 。ムジカさん、ムジカさん、アンチベース、ムジカさん大好きファン。はい。なんか動画出たいからね、一時的にアンチになる人とかあるからね。討伐隊の人と無課金の人。なるほどね。刀 VS 大剣。通常ルームでかくれんぼ。iPhone VS iPad 勢。まあこれも多いっすね。コサン勢プラスコサン勢。
あのプラスの場合は編集してやってほしいですね。はい、ムジカス VS リスナー、プレイヤー複数人プラス各つの自信がある人1人、 iPhone VS Android、 5mm VS 7mm。 ああなるほどね、それもシンプルで面白いかもな。団体上縛り、にゃんこ大戦争、ちょっとキーワード満たしてないですね。リア充プラスヒリアって何判断だそれ、何で判断すればいいんだ。はい、第同対日本と、うん、まあそれもありますね。お、すごいちゃんと書いてある。1つ目、今までのムジカさんのガチャ支援に落ちた人に配課金者の皆さんに団体や面数を勝負して少しか、まあ、マネトラチックな感じかな。うん、なるほど、ちょっと後で読んどこう。うん、違う、はい、決まるなし。結構見てない人いるな、割とね。世代別の戦ってるとこ。なるほどね。iPhone と iPad、あ、多いっすね。短期間中3段じゃ、なるほど。今回コラボテンド暮らしよう。ガチでプレイヤー数、他の FPS の、ゲームガチで、なるほど。フォトナとかコットとかね。で、これは、キーワードなし。無課金、金額持って、無課金、ベース、配課金。お、チェルいつもあると。小学生同士の男子、あ、小学生ね。小学生同士とか、いいっすね。集めな大変なんだよな。最近、小4とか増えてきたよな。炎上勢、これから頑張っていくぜ。討伐隊の人、ベース、配課金者。お、討伐隊の人が結構絡めて来てくれてますね。はい、で主人公悪役スキン、ああ、なるほど、ああ、それも面白いですね。なるほどね、スキン対決ね。まあ、実力とかじゃなくてスキンで分けると、 M4 プラス縛りチームと M4 縛り、あ、 M4A4 プ、ああ、それも面白いですね。なるほど、不登校と学校行ってる人、あ、これもなんかやったことあんな昔、あ、面白かったよね。不登校が勝ったやつな。なんか不登校のやつらに、なんかお前らこれで負けたらマジでいいとこねえぞみたいな感じでやった気がしますね。当たりません。これは気はなし。お、カナダ。高校生ブヤス女子高校生。お、めちゃくちゃ書いてくれてる。アンチソフト勝った。すげえな。ロジカルに書いてくれてんな。あ。これはなんか集めやすそうっすね。セダン並み、銃なし、投げ物制限なし、アンチ普通と。はい、ちょっと後で読んだ。いや、評判もありますからね。これはキーワードなし、キーワードなし。王様どっち？一人王様を決めて、他の人が全力で。あー、天使対決みたいなんですね。50-50 の。はい、CS、VSAW は大刀、刀、大剣、まあ、大剣絡めたの結構ありますね。大剣やってみるか。キーワードなしかな、キーワードなしかな。あ、どんぐり、ガチャコインありがとうございました。ガチャコインでパラシュート金額当たったんで、よかったね。女の子と男の子同士の戦い、討伐隊の人とガチ勢キッズ、あと討伐隊の人って誰を選べるんだ、で V はいいんだ、電動 V 対金枠、 M4 対クゴ、なるほどね。 iPhone プラス Android、 50-50 の、実況者対象がいるやつね。あの50-50の天使システムもいいよね。まだできるのかな。通常対ゲリラ勢、キーワードなし、リーダー2人を決めてドラフトしたメンバーで5、5、なんかありがとう、教えてくれてんだ周りの人に、男子女子10代20代 iPad でスマホで、なるほどね、まあ、なんか詰まってるな。詰まってますね、いろんなアイデアが。討伐隊の人たち、あ、すごい、討伐隊の人がすげえ出てくる、欲しい、はい、問題、M5、
中学生と討伐隊の人、すごい中学生の人、中学生の人じゃない、討伐隊出てるね。ジュースか、コラボ楽しみということで、はい、OK です。ありがとうございました。みんなありがとう。すっげえ書いてくれてる。どうしよう、決めらんないな。なんかちょっと面白いアイディアだった人。うん、1人目これいこうか。最年少 VS 最高齢ね。ばあちゃんと孫みたいな感じのね、この勝負って、まあ、それ最年少勝ちそうだけどな。まあ、始めたばっかとかだったらワンチャンあるかもしれないけどね。うん。ちょっとこれ、じゃあこの子ね、ちょっといろいろ書いてくれてるし、ちょっとこの子に1枚目ありがたいと思います。はい、じゃあちょっと一応アカウントチェックしに行きましょうか。これも大事なんでね、コメント公開してなかったらダメですよ。結構多そうだな、コメント公開してない人。あ、よかった。たかこ。はい、一人完了しました。1分の1ですね。じゃあもう一匹見つけていきましょう。こんな面白かったけどな、他のゲームのガチで。ちょ、まあ、連れてくんのがちょっと現実的にできるかなってこれも好きだったけどな、小学生同士の男子 VS 女子。 あこれちょっと面白かったんだよな。 M4A1VSM4A4 っていうね、この最新のちょっと武器も入りつつ、なんかちょっと面白いというかね、まあ、勝負論あるような戦い見れるんじゃないかなとちょっと思いましたね。ちょっとこの子にあげてみたいと思います。コメントありませんっておかしいだろ、怪しいな。解放はしてるんでなんかこのために解放した感ありますけど。はい、行きましたね、おめでとうございます。1分の1ですね。はい、じゃああとはランダムでね選んでいくんで、これ誰にでもチャンスがあるパターンです。はい、50連ゲットっていうことですね。ここでじゃあ1人目3人選びますんでね、1人目お願いします。ドン。ゲットが好きです。ムジカさん、アンチ VS ムジカ大好きファンとかね、はい、これを、はい、書いてくれた子ですね。じゃあちょっとアカウント見ていきましょう。はい、この子ですね、アップルパイ合ってますね。コメントは解放してるかな。いいですね、声優読んでちょっと向かき、あ、解放してます。よかったよかった。はい、おめでとうございます。じゃああと2人、さあ行きましょう。ピック、さあ、ドゥルルルルルルダン。お、あ、王様どっちの子ですね。一人王様を決めて他の人が全力で守ると、その人が倒された負けってやつですね。お、いましたね、これで。コメント、OK。この方、本当に超強い。なんかうまそうですね。おめでとうございます。OK、1分の1ですね。おめでとうございます。じゃあ、ラスト一人いきましょう。さあ、誰が来る？ドゥルル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 ルダン。はい、こいつ、リーダー2人決めてドラフトをしたメンバーで5対5。何言ってんだこれ。よし、とりあえずおめでとう。電動持ってますね。結構課金してるやん。あー、残念残念、拒否してましたね。ということで次の人です。コメントはね、この開示が条件なんでね。はい、ふんころがし。メインスト団体で高野女子 VS 高野男子、丸丸派 VS 丸丸派などの対戦系理由。なるほどね、何々派ね。まあ確かにそのなんかまあ武器とかでもいいけど、普通の一般的なね、朝倉未来派とか朝倉海派みたいな、なんかそういうのでもね面白いかもしれないですね。ちょっと時事に合わせたね、ニュースとかに合わせた。はい、ということでアカウント見ていきましょう。コメントは開放してます。よかったです、おめでとうございます。はい、行きました。1分の1 OK ですね、ありがとうございます。ということで5人の皆様おめでとうございました。はい、ということでね、もう1回ぐらいねちょっとプレゼント企画したいんですけど、どうしよっかな。コインだとさ、こっちの電動が引けないからさ、この電動が800金券分なんで、これをなんだ、どうすりゃいいんだ、金券プレゼントすりゃいいのかね。これか、1500円分こっちを買えば750金券プラス30プラス、さらに110プラスくんで800金券以上ゲットできるんで、はい、
なんでこれをね、追加でちょっと3人かな、はい、まあステージ50枚ね配ってるのちょっと考慮していただいて、これ3人分配れるやつやりましょうかね。はい、30連無料で回す方法みたいなね、フィッシングしたようなあのプレゼント企画をやると思います。はい、ということでした。おめでとうございます。